皆さん、こんにちは。本日は都立2022四角4の問題です。早速解説に移ります。問1です。この BPA っていうのが条件より、まずここ A って置いてて、ここ正三角形60度ですので、まあ、ここでスリッパ使ってあげて、A と60度足し算したものっていうふうにすることができます。よって、はい、各 AQB、これどうなるかと言いますと、これ四角形考えて、360度から、まあ、要するにこの角度とここの角度とここの角度、えー、これですね。 引き算すればいいっていうことなので、はい、60足す A と120度、90度。これ引き算することによって、ここの角度が出ます。はい、計算すると90度マイナス A というふうにすることができます。 続いて問いにですね。まずはこの二つの合同証明せよってことですが、分かっていることとしてこれ正三角形正三角形だから長さ等しいよっていうこと。あと他、長さに対しての条件は何も言うことできませんので、あとは角度について考えようということで、まずこれ60度だからこれ60、60。で、ここに関しても、まあ、結局この角度。 60度から同じ角度を引いてるよねっていうのが分かっていれば解くことができます。そんな感じで考えていくと、まず仮定、まあ、正三角形だから AB イコール AC っていうのと、まあ、ABP と ACQ が等しいよ、まあ、60度だから等しいよっていう感じで書いてくれればいいかなと思います。また、まあそ、直接的にこの2つを示すことできませんので、はい、実際に b a P.BAP っていうのはどうなるかっていうと、まあ、この2つの引き算で、PAQ は60度だよってことでこんな感じ。CAQ に関しても同じようにこういう風にすることできますので、同じもんじゃんっていうことでイコールで結ぶことができます。そしたら、1、2、3より、一組の辺とその両端の角、それぞれ等しいっていうことできますので、ABP 合同 ACQ っていう感じで証明が終了します。はい、続いて2番ですね。2番は、はい、ここの面積が ABC の何倍ですかという問題です。 はい、えー、これどうすればいいかと言いますと、はい、まず P からこの DA に平行な直線を引いて、BA との交点、これ S ってしてあげましょう。そうすると今回、結局ここ正三角形だから、この下に関しても正三角形になりそうですよね。平行だから60度って成り立ちますんで。はい、なので、えー、この条件に成り立って、まあ一方でこの B、えー、DP、はい、DP っていうのと BQ、これも成り立ちますよね。はい。 で、そうすると、はい、結局、これね、2対1ってすることができます。で、そしたら、えー、今回、まあ、まずちょっと計算して、この三角形の面積っていうのを考えると、はい、えー、三角形 BRP と BSP っていうのは、結局ここは2対1ってことなんで、2対3とすることができる。ってことは、三角形の面積も2対3です。で、ここで、はい、この、そもそも BPS と BDA、これ相似ですよね。で、えー、相似だから、はい、えー、1対、ね、3だから、 体積、あ、面積比は、はい、1の2乗と、えー、3の2乗で、1対9とすることができる。はい。で、そしたら、こことこことっていうのは、まあ、この2つ使ってあげることによって、BPS3 ってすることによって、3対27とできますので、2対27っていうふうに答えることができますので、はい、こういった式になります。 で今回、BDA と ABC っていうのは結局これ、えー、まあ面積同じ三角形になりますので、まあ、そのままこの BDA、ABC って置き換えることができるから、はい、BRP っていうのは ABC の27分の2倍。こういうふうに答えることができます。こういった図形問題に関しても、まあ、うまく補助線とかを引いて掃除とか探すっていうのが一番いいかなというふうに思いますので、しっかりと押さえていきましょう。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。